バイオハザード、バイオハザードは2002年公開のイギリス映画。日本のゲームメーカーであるカプコンのゲームソフト、バイオハザードを原案としたサバイバルアクションホラー映画である。日本ではアミューズピクチャーズ配給で2002年8月31日に小畜系で公開された。続編としてバイオハザード E アポカリプス、バイオハザード E バイオハザード4アフターライフが制作されている。バイオハザード V リトリビューションは2012年9月14日に日米公開され、最終章のは2016年12月23日に日本で先行公開された。全米では2017年1月27日公開。21世紀初頭。全米ナンバー1の巨大複合企業であり。 アメリカでの家庭用医薬品、シェア90%を誇るアンブレラ社。だが、真の姿は、細菌兵器などの研究開発を手掛ける軍事企業であった。あ,ある日、アメリカ合衆国ラクーンシティ郊外に位置するアンブレラ社の地下研究所、ハイブで、研究中の生物兵器 T ウイルスが何者かの手によって施設内に漏洩するバイオハザードが発生。空調設備を通じて、 署員全員が T ウイルスに感染したため、外部へのウイルス漏出を防ぐべく、背部のメインコンピュータ、レッドクイーンは、署内の各区画を封鎖して、消火剤であるハロンガスやスプリンクラーの水を大量に散布し、約500名を超える署員全員を死亡させ、汚染を署内に封じ込めた。この事態を知ったアンブレラ本社は、その原因をレッドクイーンの故障によるものと推測し、 ゲットクイーンをシャットダウンさせるため、自社の特殊部隊を現地に派遣する。その頃、地上の洋館の一室で、記憶喪失の女性アリスが目覚める。何も思い出せぬままさまようアリスは、突然なゾの男性に抱きかかえられ、ついで突入してきた特殊部隊によって、彼ともども拘束される。部隊長らしき男性から報告を要求されるも、アリスにはその言葉の意味がわからない。 その男性が言うには、アリスの記憶喪失の原因は、屋敷の防衛システムが散布した神経ガスの副作用による元のこと。また、アリスと共に捕らえられた男は、警官だと名乗るが、警察手帳に記載されていた、マット・アディソンという氏名は、落雲死刑のデータベースには存在していなかった。隊員たちがアリスとマットを連れて、屋敷の地下へ移動すると、そこには、廃部本体へと連絡する。 地下鉄道が存在していた。一同は早速列車に乗り、バイオハザードの現場へと潜入しようとするな。列車の内部の奥には、アリス同様に記憶を失った男が現れた。ワン隊長には、アリスとスペンサーは、アングネラ社の特殊工作員で、ハイブを守る任務の一環で、偽装結婚したと明かされる。ワン隊長と3名の隊員は、レッドクイーンをシャットダウンさせるべく。 チェンバーに向かう途中、レーザートラップによって全滅してしまう。詳細は、バイオハザードシリーズの登場人物を参照。オリジナルは、おばあちゃん。詳細は、バイオハザードシリーズ登場クリーチャーや個別項目を参照。2015年10月7日発売の、吹き替え用画劇場シリーズ、吹き替え用画劇場、バイオハザードデラックスエディションブルーレイには、 本編ディスクとは別に、フジテレビ版、約92分の吹き替え版を収録した特典ディスクが付属している。原作、原案は、日本のゲームメーカーであるカプコンによって発売されたビデオゲームのバイオハザードシリーズ。1996年に発売されたシリーズ第一作目、バイオハザードは、カプコンのゲームデザイナーである、三上晋司、原、 単語ゲームワークス代表を中心としたチームによって生み出され、全世界で275万本の売り上げを記録する大ヒット作品とな。ゲームの最大の特徴である、か弱い主人公が、限られた装備を駆使して、恐怖に満ちた世界を生き延びるというレベルデザインや、設定は、後にサバイバルホラーと呼ばれるようになり、このゲームジャンルの代名詞となった。後に夫婦となる、監督。 脚本、制作のポール・ダブリュー・エス・アンダーソンと主演のミラ・ジョボビッチは共に原作のファンで自ら望んで本作に携わった。ゲーム版に使われている設定、巨大企業、アンブレラや T ・ウイルスなどや世界観をベースに映画オリジナルの要素を加え、その中でストーリーが展開され、作品全体としてはオリジナル要素が強く、 登場人物はゲーム版と異なるが、ゾンビやケルベロス、ゾンビ犬などのクリーチャーは登場する。ホラー要素が強い原作と違い、全体的にアクション要素が強いのも特徴である。日本では PG-12 指定で地上波テレビ放送の際には、レーザートラップによる特殊部隊の残殺シーンなどの残酷描写に修正が加えられた。 他の国でも R-15 や R-18 で、ある。ミラの来日インタビューによると、当時13歳の弟が大のゲーム好きであり、特に、一のファンだったことから出演を決めたという。弟の影響からミラ自身も気がつけば1日5時間、プレイするほど、バイオハザードの世界観にハマっていたといい、オファーを受けたときは、主演は私しかいないと即決したという。また、 ポールも数人の女優にオファーを出す予定であったが、最初にあったミラの熱意を感じ取り、他の女優には合わないまま彼女を抜擢した。ミラは事前のアクショントレーニングをみっちりこなし、一カットを除いてハードなアクションシーンもすべて自身が演じた。そのため、ラストシーンでミラの体に存在するざはすべて本物出る。ポールは何でも 自分でやろうとするミラーを抑えるのに必死だったという。また、作中の真っ赤なワンピースとブーツといういでたちは、アクションシーンなどで体の動きを良くせたいというミラーの希望から、彼女が美術スタッフと共に考案した。衣装の素材を薄くしたため、下着の線がカメラに映らないよう、下着をつけずに撮影に臨んだ。ただし、主な撮影時期が真冬であり、しかも、 地下の撮影で上着も着られないまま数多くのアクションを行ったことはミラにとっても誤算だったという。ハイブの設計は主に日本のコンクリート建築を参考にしている。2016年9月16日、9月15日、深夜にカンテレで放送された NMB と学ぶブ君に出演した映画解説者の有村コンによれば本作の制作費はハリウッド作品としては 非常に低額の33億円、撮影時の日本円に換算だったといい、ゾンビ役の俳優を雇えなかったために、ポールたちスタッフが総動員で演じたほか、ハ部で最初に、ゾンビと遭遇するシーンの背景セットはすべて、段ボールで作っていたそうである。映画オリジナルの要素として、鏡の国のアリスへのオマージュが挙げられる。バイオハザードアンブレラクロニクルズには、 本作のレーザー攻撃システムとレッドクイーンの設定がバイオハザード4やバイオハザード6にはレーザー攻撃システムが取り入れられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。